はい、皆さんこんばんは。レトロゲーム大好き、はるきまりです。本日は、名作レトロゲーム、グーニーズで遊んでいこうと思います。こちらなんですけれども、題名の通りですね、アメリカの映画、グーニーズを、一応原作としてると、言われている横スクロールのアクションゲームになっています。もともとはですね、アメリカの方の、ゲームとして、コンピューターゲームとして発売されてるんですけれども、ファミコン用のソフト、今日遊ぶファミコン用のソフトは、1986年に発売になっています。で、その後ですね、ディスクシステムとかのね、方にも、移植されていたりというような、ゲームになっています。このゲーム、多分一番有名なんじゃなかろうかと思うのが、BGM ですね。ゲーム中の、BGM がですね、シンディ・ローパーの、グニーズはグッドイナフという映画の主題歌をアレンジした曲が流れるというのが、ちょっとポイントかなというふうに思います。で、一応シリーズものも出ていてですね、グーニーズ2、フラッテリー最後の挑戦というゲーム、こちらもファミコン用のソフトですが、こちらは、1987年に発売になっています。一応ね、そっちの方は、独自のオリジナルストーリーになっているということです。で、今日ちょっと久しぶりにこれ遊んでいこうと思うんですけれども、実はですね、この、グーニーズの開発をされた、方はですね、音楽はですね、後にですね、悪魔城ドラキュラを、手掛けられた方が担当していたりと、実はいろいろなゲームを生む元になったみたいな、イメージのゲームかなというふうに思います。主人公はマイキーですね。はい。マイキーを、動かして、いきます。ステージは、全部で6ステージと、一応あと、なんかステージ間のにある、ミニマップ3ステージあるというような形です。で、どうやってクリアしていくかというとですね、牢屋に隠されている鍵というものがあるので、それを取得して、出口の扉をくぐるというようなものになっています。一応制限時間とかもですね、あるので、そこら辺を気をつけつつ遊んでいきたいと思います。さあ、めちゃくちゃ久しぶりですが、どこまでいけるかな？ ちょっとね、各ステージで入手できるアイテムとかもあるんですけどね、どこまでちょっといけるかわからないので、やっていこうと思います。さあ、スタートでーす。さあ、で、一応1周目2周目とかもあるんですけど、とりあえず今日はね、1周目全部できるかな。 ちょっと久しぶりすぎて、今ね、隠しアイテムのイヤーカフをこっそり取りましたけど、ちょっといけるところまでね、行きたいと思います。いきなり鍵じゃなくて仲間ゲットしちゃった。よいしょよいしょ。で、この爆発の時にね、ちょっと近くにいたりとかすると、食らうので気をつけてください。ああ、この上にね、なんかこの上に確か隠しアイテムあったんだよな。取りに行こうかな。間違えちゃった。すげえ間違えちゃった。ジャンプボタンを完全にミスりましたね、今。よいしょ。確かこの下。ここです。覚えてた。よしよし。やだ。すごいやだ。ダイヤ取りたかったけど、諦めよう。よいしょ。で、これで。これでですね、全部、鍵が詰まったっていう、降りてなかった形です。一応取って、ちょっと。これで、あとは、ドクロの、じゃない、鍵のとこの入り口に戻って、鍵がもう3つゲットできた。ここだよ、ここ。鍵が3つゲットできているので、ここが取れるっていう形です。思ったより食らっちゃったな。はい。こんな感じのゲームです。懐かしいよね。よいし
ステージ2です。ちょっとね、あんまり、多分、隠しアイテムとかが私ちょっと怪しい可能性あるんですよね。よいしょ。いや、ネズミ超邪魔。おいしい。よいしょ。で、ここの鍵も開けられるよね。それで、よし、この白い子はですね、倒すと無敵になれるっていう、めちゃめちゃありがたい子なので、取っておきましょうね。で、こっちじゃないね。無敵の間に進めるだけ進んでおきたいな。爆弾持ってなかった。めっちゃもったいないことした。よいしょ。あ、よ、あ、タイミングむずいな。あいつがすごい嫌だな。もう無視しとこ。で、上に行きます。で、ここだとなんか違うとこ行けんだよね。地下の方行けます。ここ爆発したな。ここを降りる。よいしょよいしょよいしょ。あ、でももう一回取りに行かなきゃいけない。で、この人もやっつけて忙しいですね。で、こっちに行く。で、確かあれ、ここじゃなかったかな。ここに隠しアイテムなかったっけ。いいか、とりあえず鍵を取っていくか。え、あれ、ここだと思うんだけどな。まあ、取ったのかな。あれ、ここまでダッシュ。あ、まだ82秒あるからな。余裕、時間は余裕だけど、あれ、なんかアイテム取り忘れてる気がちょっとしちゃうんだけどな。大丈夫かな。めちゃめちゃ不安だわ。で、下。アイテムを取って、よし、これでステージ2クリアです。で、ここは2と3の間なので、何があるっていうステージではないんですけど、ちょっと ちょっとだけダイヤを集めて、OKOK。で、HP を回復したかったっていうだけなので、あとはもうサクサク下に降りちゃいましょう。こことかもすげえ嫌なんだよな、ね、敵。なんかいっぱい出てきて。もう降りちゃおう。ステージ3です。ここがね、結構広いのと、私多分やっぱりさっきアイテムで、防水を取れてなかったんで、悲しいな。ちょっとその分、めんどくさいかもしれない。あ、でもここに来たね。よしよし。よいしょ。はい。で、爆弾を持って、で、シュッとして、危ない、よかった、パチンコみたいの持っててよかった。で、
はい。で、鍵三つ目ゲット。さあ、速攻で帰ろう。こっちでいいかな。もうね、あとほんと帰るだけですから。帰るだけ。そう、帰るだけ。危ない。よし。しゃがんで。はい、上。左で、左の方に行きながら。ここら辺にあったよな。出口。よし。やった全然ちゃんとじゃないな。はい、ということで、今日は久しぶりにグーニーズで遊んでみました。なんかね、マップを結構忘れてて、ちょっと不甲斐ないところもあったんですが、かなり、あれですね。とても BGM の楽しいゲームかなと思います。マップをね、覚えてしまえば、だいぶ、簡単かなと思いますが、割とね、隠しアイテムを取っとくことが重要っていうような感じになってるかなと思います。ぜひですね、皆さんも久しぶりにグーニーズ遊んでみてはいかがでしょうか。はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。